皆様こんにちは。今回は今月の使い切りアイテムを紹介していきたいと思います。で、つけてるカラコンはフレッシュルックデイリーズのグレーと、リップはロレアルパリのカラーリッシュエクストラルージュの101番のローズメロディーっていうカラーをつけてます。では早速紹介していきたいと思います。まずはお気に入りでも紹介したかなのこちらの無印のオーガニック薬用美白化粧液を使い切りました。私はスプレーキャップに変えて使ってて、これをまず5枚セットのコットンにシューってやって、ひたひたになったら伸ばしてこう顔に5枚貼って、その上からまたこうスプレーでこうかけていくっていうのにハマって使ってたんですけど、ちょっと夜のあのスキンケアも取ろうと思ってたんですけど、その前に使い切っちゃって、これをリピしても全然いいんですけど、もっと美白にあの特化したものが欲しいなと思って、今雪肌精の化粧水、あのガッキーが CM してるやつのテスターを買ってきたので、ちょっとそれを試して、よかったら大きいのを買って、また夜のスキンケアで紹介していきたいと思います。これでも3000円なんですけど、400ml 入ってて、美白のアイテムの終わりにはすごくしっとりもしてすごく良かったです。なので美白もしたいけど保湿もしたいという方、おすすめです。ただ美白の効果はまあやっぱ美白系は効果が出にくいのでまだわからないんですけど、でもすごく良かったです。で、次、お大好きなバニラコのクリーニットゼロの大きいタイプを使い切りました。これはアイハーブでは小さいサイズしか売ってなくって、これは9点で買いました。はい、これはもう何回も紹介してて大好きです。ウォータープルーフ以外のマスカラだとこれで落ちるのかなと思います。結構濃いめのアイメイクもスルンと落ちるし、目に入っても痛くないし、洗い上がり突っ張りもしなくって、とにかく私にはあのいいところだらけで大好きなんですけど、この大きいサイズがいいと思ってたんですけど、私の部屋が浴室乾燥するタイプのお部屋で、なのですごい部屋があったかくなって、お風呂があったかくなってで冷めてっていう繰り返しなので、ちょっと溶けたりしてて衛生的に良くないなと思ったので、小さいサイズをあのすぐ使おうと思って、今はまたアイハーブで小さいサイズを頼んでいます。今そのつなぎとして9点のラッキーボックスで買った時に入ってたクレンジングクリームを使ってるんですけど、もう全然良くなくてはい、なのでちょっと急いで届いてほしいと願ってるところです。で、次、これです。これ大人気のアクアレーベルのホワイトアップローションのしっとりタイプです。これ今 SNS でめちゃくちゃ人気ですよね、美白っていうこと で、私はこれを顔に使うのではなくて、体にこれをたっぷり塗ってからボディクリームを塗るっていう感じのケアをしています。これすごいトロッとしてるテクスチャーで、顔にのせてもいいんですけど、浸透にちょっと時間がかかるなっていう印象で、であの美白効果も顔には感じられなかったので、体に使ってボディクリームを塗るようにしています。そうすると体はあのお風呂上がりで急速に乾燥して、これをしっかり体が吸い込んでくれるので、次のボディクリームのあのノリも良くなってもちもちになるので、これは体用にあと2本ストックしてあります。安いのでバシャバシャ使えるのもいいし、まあこれでまだ美白効果が出てるってことではないんですけど、でも美白効果が出ることを願ってすごいたくさん使っていこうと思っています。はい、で次はパフスポンジ専用洗剤2つ使い切りました。私はダイソーのをずっと使ってます。あのリアルテクニクスの洗剤とかも使ってみたんですけど、まあしっかり落ちるんですけど、落ち具合は本当に100円のこのやつと同じなので、だったら100円で使った方がいいし、結構たくさん私はブラシを一気に洗う派なのでダイソーが大好きです。ブラシ用洗剤探してる方もダイソーで十分なので、ぜひこれ使ってみてください。で、次はこちら、トマトホワイトニングトナー、これです。スキンフードのやつで、これは
あの朝のスキンケアでも紹介したんですけど、アイハブで買いました。で、乳液はまだ半分ぐらい残ってるので、これも変わらず朝使ってるんですけど、本当にさっぱりしたテクスチャーで、ハトムギ化粧水と似たような感じなので、朝使ってたんですけど、まあ保湿力はほぼないです。でも、たっぷり使えるし、ハトムギ化粧水もそうなんですけど、シュッてやって、馴染ませてからもう一回シュッてやってっていうのを7回繰り返すと、インナードライが改善されるっていう。のを見てそれを実践してるんですけど、これもそれができるのでやってました。これのホワイトニング効果もまあわかんないですけど、まあでもこれとこれを朝使って結構夏場の日焼けは落ちたかなと思ってます。ただ本当こっからが大変なので、もっと効果のある美白アイテムを探そうと思ってるのでリピはないんですけど、でも良かったです。使い心地もで、匂いが、いい香りします。トマトの香りじゃなくて、いい香りがするので、ちょっと強い香りがあるので、香り付きが苦手な方は好きじゃないと思うんですけど、いやもう香り自体は全然いい香りなので、はい、私は好きで使ってました。ちなみに乳液も同じ香りがします。で、次、これ。アーバンDKのセッティングミスト。これ、ずっとここ最近の動画では、メイク後にこうシュシュって使ってたんですけど、本当によれにくくなるし好きでした。ただ香りが本当に好きじゃなくてすごい臭いんですよ。なんかたまにあるんですよね、こういう香りのセッティングスプレーがあって、そういう効果が崩れにくくする効果のあるものはこういう香りが入ってるのかなと思うんですけど、本当にこの匂いが好きじゃなくて、まあ、つけてちょっとすれば匂いは消えるんですけど、そのつけたての香りが好きじゃないので、今はセッティングスプレーっていうよりは MAC のこのチャージドウォーターのユースオーラを使ってます。これでもあの崩れにくくなるし、まあこれよりはそんなにセットされるという感じではないんですけど、乾燥肌の私はこれの方が化粧水なので保湿される感じがあって、こう霧も細かい、水もすごい細かい水なので全体的にふわっとついてくれて、でしっかり保湿もしてくれるので、はい、このシリーズ大好きです、はい、で、あとはこちらオルビスアクアフォースローション化粧水のしっとりタイプです。これは、ブルームボックスに入ってました。で、これを使った感想はすごく良かったです。美白アイテムを探してなかったらこれの原品が欲しいぐらい良かったです。何が良かったかっていうと、私あのトロッとした化粧水が好きじゃなくて、バシャバシャ使えるやつが大好きで、でこれはこうバシャバシャしてるんですけど、本当にグンとすぐ肌に入ってくれるんですよ。浸透してくれて、でこれも何回かこうつけてるともう内側から保湿されてるみたいな感じで、すっごい良かったです。まあ私たっぷりその化粧水は使うので、多分コスパは良くないと思うんですけど、なのでその使い方で私はやっぱり安いハトムギ化粧水を最初に使ったりして、美容液をちょっといいものを 使いたいなと思ってるんですけど、でもこれ良かったです。やっぱりオルビスって人気なだけ、人気っていうかずっとあるブランドだと思うので、ある程度美白が叶ってきたら、肌が白くなったなって実感してきたら、これに変えたいなと思います。で、次は、こちら。アンブリオリスのモイスチャークリームのちっちゃいやつです。これも、ブルームボックスに入ってました。もう使い切っちゃったんですけど、私は下地として使ってました。で、めちゃくちゃ保湿力があります。私が持ってる保湿下地の中で一番、あるんじゃないかなと思うぐらい保湿力があって、で香りもそんなに強い香りはなくって、しっかり潤ってくれるみたいな、もう今ちょびっとあったのでこうしっかり潤ってくれて、肌にちゃんと馴染んだなと思った後にメイクを始めると本当に綺麗なメイク、パウダーをのせてもツヤ感が出るような仕上がりで、それぐらいしっかり保湿してくれて私は好きです。ただこのパッケージが、なんか、なんだろう、こう、形がつくタイプ。なんていうんですかね、これは。アルミ?アルミなのかな?
昔大きいの持ってた時にすごい汚くなっちゃうんですよ。ポーチとかに入れていくともう最悪です。下手したらちょっとこの折れずっと折れ曲がってるところから穴開いて出た時もあったので、ちょっとこのパッケージがあれかなと思うんですけど、使用感はすごいいいです。本当に乾燥肌の人におすすめです。はい、それぐらいしっかり保湿してくれるクリームです。で、あと3点はまずこのビセのスーパースリムジェルライナーのブラックです。これここ最近の動画で結構使ってた、インラインに使ってたやつなんですけど、もう出なくなっちゃって使い切りました。本当に細くてこうインライン引きやすいし、目尻のラインも引けるのですごい好きだったんですけど、すっごい滑らかで描きやすい分ちょっとコスパが悪いかなと思います。私1ヶ月も経ってないんかな、1ヶ月ぐらいかなで使い切っちゃったので、前に使ってたマジョマジョの削るタイプのやつとかだとほんと半年ぐらい持ってたので、そう考えるとちょっとコスパは悪いです。でも仕上がりがいいのでまたリピはすると思うんですけど、もっと長くもっと入っててほしいなと思います。はい、で最後はリップクリームが2個。まずはこのニベアのディープモイスチャーリップ、ね、のオリーブ&レモンフレーバー、これを使い切りました。これ大人気のやつで、こんな感じで、で本当レモンが強い香りがします。で塗ると一発でしっかり保湿してくれて、私の最悪なガサガサな唇にはめっちゃ良かったです。で私たっぷり塗るので、夜たっぷり塗ったりするので、これも半月ぐらいでなくなっちゃいました。で一番最近なくなったのが、使い切ったのがこのメルティークリームリップメンソレータムのやつ。これも本当に急遽買いました。急遽確かコンビニで買ったんですけど、これはまあそんなに匂いはないです。でもうるうるになります。これをたっぷり塗るとグロスを塗ったみたいなツヤ感が出て、まあ、使用感としてはこっちの方がプルプルになって、こっちの方がしっかり馴染んでくれるタイプかなと思います。こっちはちょっと大きめのリップクリームの気がします。まあこれを使い切って、私のこの冬のリップクリームの消費が半端ないっていうことで、今は DHC のこのリップクリームをコストコで5本セットでお得に買えたので、そっちを愛用しています。はい、こんな感じで今月も結構スキンケアを中心に使い切って、もうすぐで使い切るものも結構あるので、また来月のお楽しみで、私もしっかりいろいろ使っていきたいと思います。では最後まで見ていただきありがとうございます。バイバーイ。なんか色が違う。なんか色が違う。ちょっとパッケージも違う。スプレーを塗ったみたいな。